1970年代遅くから1980年代、初めに製造された、ホームコンピュータである。ABC80、ABC80 は 3MHz で、動く Zilog Z80 を基本に 16KB の、RAM と高速のセミコンパイリングの、ベーシックインタプリタを内蔵した 16KB の、ROM を搭載していた。ABC80 は通常プログラムとデータの、 記憶装置として専用のテープレコーダーを使用したがディスクドライブを拡張することもできた。8ビットの出力ポートに接続するテキサスインスツルメインツ SN76477 サウンドチップを搭載した音声装置がいくつか製造されたがチップの機能を制御する方法を持たなかったためネ色は固定の96色に限定されていた。ディスプレイは コンピュータ用に改造された白黒テレビであった。ABC80 はハンガリーの社で BRGABC80 という名称でライセンス生産もされた。BRGABC80 は同一のキーボードを使用していたが筐体はオリジナルのプラスチック製の代わりに金属製であった。ABC80 はスウェーデンで大ヒットし、 そのスウェーデン語の事務用ソフトウェアのおかげで成長しつつ、あるパーソナルコンピュータ市場で大きなシェアを握った。ABC-80 の愛好家は、その良好なベーシックと拡張可能なバスから ABC-80 を擁護したが、家庭用の市場では専用ディスプレイの代わりに、通常のテレビを使用できる新しい電化モデルを投入しても1980年代、初めに出現した。 カラーグラフィックとより良い音声機能を持つゲームコンピュータには対抗できなかった。ルクソール社はより大容量のメモリと高解像度のグラフィックスを持つ ABC800 シリーズで数年間はオフィス市場で首位を保った。1985年にルクソール社は IBM PC に対抗してユニックスコンピュータの不運な ABC1600 と ABC-9000 シリーズで競合しようとしたが、敗退した。右も参照、コンピス ABC-80 の性能が、同時代のパーソナルコンピュータと比較してどうで、あったのかを見るために1982年に、スウェーデンのミクロダートルン氏が、米国のキロボード氏が定義した8本の短い、ベーシックプログラムを使用した、ベンチマークテストを実施した。 結果として ABC80 のセミコンパイリング、ベーシックインタプリタは、他の人気マシンで使用されているほとんどの、ベーシックよりも早いということがわかった。著名なコンピュータとの比較結果は、以下の通りである。BM1 BM 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 BM、BM2、BM3、BM4、BM5、BM6、BM7、BM8。 abc80 整数型0.31.13.53.53.65.89.36.5 abc80 不動小数点数 1.02.111.011.012.57.524.013.0ibmpc1.55.22.112.613.623.537.43.5 アップル3 1.77.23.54.56.027.042.57.5ビッグマイナス21.48点3 5、14. 5三7 1 1 8 3, 5, 1, 3 2 7 2 4 2 7 9 9 z x 8 1高速モード4.56.916.45.88.649.768.522.9 この表からわかることは ABC80 が IBM PC よりも整数型を扱う場合で4.7倍、不動小数点数で最大2.5倍早いということである。しかし反最的化されたべき上アルゴリズムのために ABC80 は BM8 では遅かった。廉価なシンクレア z x 十一と比較すると a b c 八十は単純ループの b m 一では 実質15倍早かった。技術的な興味がある向きには、ぐんなる丸化症著のマイクロコンピュータに ABC に ABC80 の回路構成が掲載されている。本書は、デジタル電子工学とマイクロコンピュータの原理の入門書であるが、どのように作動するのかと、なぜその方法が取られているのかの詳細な説明と、 共にほぼすべてのコンピュータを網羅する多量のブロック図と部分的な回路図が掲載されている。ありがとうございます。